シャルチェリーチャンネル。ジョジョです。おはようございます。おはようございます。最初は木の前内です。田中祐介です。小宮田です。田中翔です。今日の企画は、ボガビー隼人くん、29歳のお誕生日。いらっしゃおめでとう。まあ来るだろうなと思ったいや今回ね、やはり悩みましたよ。企画もだし、プレゼントも。なんならほら、プレゼントいらねえわみたいな。まあそうですね、いらないです。言ってたから、いや何あげたらね喜ぶかな。どうせならもううちら3人にありがとうっていうぐらい感激するものをプレゼントしたいなと思って。あの普通では絶対に手に入んないものを差し上げます今日。いや別にいらないです普通では絶対手に入んない普通では絶対手に入んないということで、今日やっていきたい企画は、はい、早田目指せ190cm。 あなたの人生で一番大切にしてるもの、身長ですよ。なるほど、それは分かったけど目指せ190cm。 何、俺今から手術でもする今から背が伸びそうなことをやってもらいます、はい、何で俺がやるの君がやればいいじゃん。何で今189cm？ 189 中途半端やろ。 1cm よ。 1cm っすよ。 1cm、まあ、1cm ぐらいは俺らで伸ばせるメリットとしては190になることで絶叫マシンとか身長制限乗れませんっていう可能性が出てくる。俺らも無理やり乗せられなくなる。それはものすごいメリット今からいろいろやってって、はい、君の身長を1センチ伸ばしますなんだこれで、まあ、伸びた暁にはケーキをというわけでやっていきたいと思います。はい、はい、こんなの聞いてないよ。というわけでまず前提として本当に彼は189センチなのかということをまず一旦これで測量しましょう。ちなみに俺最後測ったの22で、22の時に189だ。なるほど。まず体調を測ります。あ、確かに189だ。189です。じゃあ6年間身長変わってないの？変わってない。事実だ。事実。これは。持ってない。じゃあやっぱり1センチ欲しいわ。まあ、いや、よかった。ハンバスはね。間違えて190いってないかヒヤヒヤしたもん。言ってたらもう終わり。終わり。じゃあここから俺らの施術が始まるわけですね。身長を伸ばすって言ったら定番のもの。牛乳。ああ、牛乳ね。成長期に飲むから意味があるんじゃない？俺も終わってんだよ。ワンちゃん伸びるかもしんないから。じゃあ。一気で。とりあえず。もっとでかいの買ってこようかと。美味しい牛乳高かった。美味しい牛乳高い。確かに。じゃあちょっとあの頑張って1センチ伸ばします。お願いします。0.1 体重がいったんじゃない？でも体にいいから、うん、まあそうね、うん、YouTube で身長を伸ばすために必要な〇〇とかいろいろ上がってるんで、ちょっとそれを実践してもらいたいなと。あ、なるほどね、はい、そんなんで伸びるんだったらみんな背高くなってるでしょ。確かに言うなってもしかしたらすでに190いってたけど縮んで今189かもしれないっていう。なるほど、ね、可能性があるので、うん、今日はその縮んでしまった筋肉を伸ばすストレッチを、この辺のね筋肉が縮んじゃってっから伸ばさないと。ああ、なるほど、ね、190になるのに祝われてる側なのにめちゃめちゃ叩かれてるでは、はい、膝の下にクッションクッション、はい、クッションを敷いて、はい、肘を直角に立てて、はい、それで体を上半身浮かせてください。胸を張るよ。そうです、そうです。尻を上げるってこと。12 3。シュールだな。4 5 6 7 8 9 10 OK。 もっと肩甲骨を寄せる感じで、うん、あ、もうね、胸張ってね。いいよ、聞いてるよ。1 2 3。なあ、俺何やってんだろもしかしたら身長も伸びるかもしれないし。そうそう、別に俺身長も身長も別に困ってないんで治れもう一個ストレッチいいですか。はい、寝転ん で足をですね、お尻のこの横に置く感じ。はいはいはい、そう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 そ
固まってます。あ、これ伸びそうだな。ちょっと翔さん補助。おっさんしっかりして。手頭の後ろ、手頭の後ろ。で、せーの。硬いね。伸びしろありますね。硬いってことは。ここが伸びれば1センチなんてすぐな気がしますけどね。うん、横でいいよ。横で真下じゃなくて横にして。あ、はい、左足をこれをこの足に乗っける。あ、そうです。なるほど。あ、伸びしろあるわ。逆いきますか。こうとか。割といきそう。あ、これは耐えてる。1、2、3。あ、押してあげてください。あと2秒。本当これあともう2セットなんですけど、伸びたんじゃない。第2種目以上。第3種目ということで、はい、まあ、飲み物飲みましたと、ストレッチやりました、うん、ほぐれた体を今から引っ張ります。物理。俺お前のこと引っ張りたかったんだ。行くぞ。せーの。うわうわ腰が…うわぁ伸びろー。痛い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 。涙出ちゃった。今ので絶対1センチぐらいは多分伸びてると思うんで、もう一回測定し直そうと思います。はい、まあ間違いなく牛乳の効果はねえだろう。なんで俺牛乳一気したんだろうなと思って。お腹が出ただけだ。あれ、ここなんですけど190。そこ190？ 190です。平行なものなんかないですか。お伝えします。小神あやた189センチ。でしょうな。全く一緒。くそダメか。最終奥義使います。なんだ怖えぞ。ちょっとなんだ、このままだとはやた君にケーキ食べてもらえないか。いきますか、最終奥義。うん、お願いします。はい、ただいま最終奥義を施しましたので測量しましょう。だいぶ大手術でしたね。うん、いや、これ絶対行ったと思う。行きましょう。行こう。おお。お、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 2m7cm。 おお。やったやったやったやりましたね。8cm アップ。いや、身長ってまだ伸びんだな。すげえな。やりましたね。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ケーキ食べよう。ケーキ食べよう。え、これはこれ、このままケーキ食べよう。お前それは身長だからもう。嘘。慎重です。それは慎重だから。ただのでかいキューピーじゃん。改めまして、2m7cm、はい、おめでとうございます。はい、あ、なんかでかくなった気しますよ、やっぱり。景色が違え。うん。だってみんなここに向かって話してる。それはそうだろ。おお。ロールケーキ買ってまいりました。うまそう。おぶろでしょ。ちょうど4切れじゃん。もっと大きくなってもらいたいと思って。お、子供の味方。これをね、かけて大きくなろうよ。じゃあ、おめでとうございます。いただきます。食ってる俺を見ろ。まあ、見ろなくても別にいいかな。まあ、でも美味しいです。ありがとうございます。食べてみ。今までで一番くだらねえ誕生日だったな。腕相撲超えたな。腕相撲超えた。うまっ。ミロつけてる。ミロいい。
めっちゃシャリシャリ。そう、めっちゃシャリシャリ。一口で。今年の29歳の目標は何かあります？言うてさ、20代ラストですよ。はい。うん。やっぱり腰祝ってもらったから、みんなの誕生日、1年前よりも超えられるように、頑張って考えておこうかなと思ってます。死んじゃうじゃん。次はいよいよノーパンで買おうかなと。そうですね。なんで水場限定保護されますね。そうね、上流から下流まで、ね、浮かんでみた。浮かんでみた。めっちゃ面白いこと。やだな、上流からロン毛が裸で流れてくる。実写版桃太郎ってこうなんだろう。ケツが浮かんで、ケツが浮かんで。どんどんもじゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございました。以上、シャミシャミでした。ありがとうございます。今日も動画を見てくれてありがとう。あんキュンです。 SNS は概要欄からよろしく。チャンネル登録と高評価もよろしく。バイバイ。バイバイ。